この間の日曜日がほぼ休みでしてね。ほぼ。といと言いますのはですね、うんえー、日曜夜10時、うん、22時入りで、えー、プールの上に立って、バレーボールマシンでボールをこう打たれまくるっていう、仕事。<laughs> なんでそれ夜10時にやるのはい。で、それ15分ぐらいで終わるんですけどね。それだけ入っちゃって休みじゃなくなったっていう。最悪だ。最悪、なかなか、これはショックたけど。俺、そのパターンが一番嫌だわ。一番ね。その、なんていうのそう。本当にさ、あの、8時以降ぐらいに、ちょっとした一個ある。1個あるっていうのが。これがなければ休みだマジで、それだけで、全く休みじゃない感じがする。その、なんうわかる。それまでの時間も、 そう。有意義なものじゃずっと考えちゃうし、そのこと。子供とかと遊んでても、ずっと、打たれて、プール落ちて、上がっててきた時の一言ずっと考えちゃう。か。あと、なんていうの休めてない、あんな。まずお酒も飲めないじゃん。もちろんね。うん。あと、疲れないようにしなきゃ、なんかちょっと思っちゃう。その日。そうね。うん。どんなに時間があっても、思いっきりは、遊べない。はっちゃけられないんだよね。に、そのちょっとからそうそうそう。それが、 本当に朝の8時だったらどんだけいいだろうと思うよな。そう、逆にね。仕事が。本当そう。うん。でも仕事だからね。うん。つって、え、ま、子供と遊んだりしながらこう過ごして。うん。そした朝、あー、ま、朝っていうか、え、ワイドナショーっていうね、番組。はい。岩井さん出てましたね。私出てました。ワイドナショー、この間。うん。ワイドナショー出て、え、アジアンさん解散の話うん。 になって。で、岩井が言い出したよ最初ね。どうしますみたいな。解散。解散したら芸人辞めますかみたいな話になって。で、松本さんとこなんか答えてね。松本さんに聞きたかったね。そうそう。いや、みたいな。そもそも浜田と組んだ覚えないからな、みたいな。あみたいな。で、その流れで岩井さんが。うん。僕が解散するかもしれませんね。つそもそも、その、澤部と仲良かった友達と好きなこと、なんか仕事をやりたかったみたいな。 だから別に芸人じゃ、そもそも芸人じゃなくてもよかったんですけどね、みたいな。そのそのベ部と別れたら解散するかもしれませんね、みたいなこと言ってて。サーベ部と別れたら解散するかもしれないって、おかしくね。ベ部と解散したら芸人辞めるかもしれないですね、って。ああ、じゃあどうするうん。取り直す。って言っててね。そう、つって。 なんか、この日曜の朝から、鑑賞に浸らせてくれるじゃないかと、うちの相方。いや、なんか、そういう感じ言ったんじゃなかったんだけどね。って。いや、なんか、おぉーみたいな。なってたよ古市さんともね、おぉーみたいな。ってさ、古市さん。けど。古市さんがなるわけねえだろ。それ一番、一番冷たい人だよね。そで、その流れで、ワイドの終わって、えほどなくして、成りき街道旅。 私が、ま、これ関東ローカルなのかな、えー、私、この旅する番組ね、うん、私出させてもらった、うん、が始まるんですよ。うん、で成その日は、成りきのゲストが純烈の、うん、お,お二人来てくれてて、うん、リーダーの酒井さんと、うん、あと、小田井さん、リリコさんね、旦那さんの。うん、で、いろいろこう、グループの話を聞いたらね、うん、そのやっぱり、酒井さんが、ちょっとこの、 まあやっぱ熱い話というか、俺、おおーと思ったんだけど、リーダーの酒井さんが、まあこう声かけて集めてやったんだって、で、その、お大さんと、もう一人白川さんね、戦隊物の出身の白川さん。ああ、はいはいはい。そう。を声かけるときに、この二人はもともと別の事務所に所属してたんだって。でも、純烈をちゃんとやりたいから、事務所から引き抜いて、やろうって声かけるんだけど、もともとその事務所で固定給、給料をもらってたんだって、この二人は。 部合じゃなくて。ああで、給料をもらってるところから引き抜くわけだから、うん、これはその向こうにもいろいろその生活があるし、うん、給料は同じ額払い続けなきゃダメだ。うん、まあそういうもんだよな、引き抜くて。で、そう、リーダーの酒井さんは決断するわけ。うん、で、酒井さんは自分のお金、うん、貯金とか切り崩しながら、うん、その二人に同じ給料の額を払い続けるわけ。<laughs> そんなだって収入ないしょいや、そう。最初の頃収入ない。<ー>で、他の純烈メンバーにもそれを話して、<ー>他のメンバーとかも、バイトして、<ー>なんとか、形成を、みたいな。え、その二人のためにそう。<ー>で、僕その二人には言ってないの、その話。<ー>で、ずっと頑張ってきて、みたいな。<ー>ほんと最近なんだって、その話知らされたの。<ー>白川さん、童大さん。 で、その感じで紅白まで出て、みたいな、<ー>成功するというサクセスストーリーそうですか。いや、すごいですね、みたいな。この、うん、なんかあ、すごい話。その現場で聞いたときも、テレビで俺またその見てるとき、うん、いや、すごい話だな、みたいなね。熱い、祝いのそのコンビのちょっとこの話、うん、から純烈のグループの話。うん、おい日曜熱くさせてくれんじゃないかなそれ。<laughs> って思いながらこの話して。<laughs> で、その後、なんか、 え、無印の、無印良品の、え、靴下が作れるとこがあってね。オリジナル靴下が作れる。どういうのなんか、自分 A 書いたり G 書いたり。え、なり行き街道旅そうそう、成り行き街道旅で、その後、無印良品、無印良品の、無印良品の。何に見靴下作るとこにみんな行くわけよ。なんかね、俺はこう見てんだけど、行って、まあなんか、 そう、リーダーの酒井さんは、競馬好きだから馬の絵描いて、みたいな。で、俺はさ、そのテレビの中の澤部は、こうやっぱ熱い話を、純烈さんの話を聞いた後だからか、靴下のこの甲の部分に、漫才って書いてんだね。テレビの中の澤部を。漫才って書いて、くるぶしの部分にセンターマイクの絵を描いて。 うわセンスやば熱くなってるね、澤部は、と、当時の澤部。純烈さんの話聞いて、ああ、いいね、みたい組純烈の純烈の純番組。純烈の二人も、いいっすねかっこいいっすねみたいな。うん。純烈もやべえよ、雑誌。で、その靴下作った後、今度は、江戸文字体験みたいなお店に行くわけ。え、このお相撲さん、番付表とかのさ、グッと筆で書いてる、なんか太い感じのこの、 江戸文字っていうのね、なんか。 ああ、はい。そう。とか、なんか、寄席の、し家さんの字とかね。ある名前の字とか。あの、めくるやつとかね。そうそう。あれも、江戸文字なのかなそう。のを体験できる。で、好きな文字を、ちょんとか、扇子に書いてください。っていうので、え順列って書いたりね。おー。さんは。お酒井さんは、やっぱり、数パーセント回るグループだから。入浴って、お風呂に入浴って書いて。で、俺は扇子に、漫才。ダすサ もう一回聞こいつす。の、あの日の俺はもう、漫才で行こうって思ってたんだろ多分ね。ちょっと熱くなってるし。漫才って書いて、ねいいですね、みたいな。お店の人とか。いつかんでそれ。純烈な。その靴下と。ス？センス。ああ、いつつかんだよ、いや、それ漫才。漫才の時だろ。漫どのタイプの漫才師なんセンスで仰ぎながらセンターマイクまで走ってくんだろ、それ。お大阪の漫才師か。 で、うわー、みたいな、かっこいいですね、みたいな。純烈さんは、林立ててくれんの、俺をね。うわー、つって、いや、俺もまあ漫才師なんで、みたいな。漫でもない表情してんだよ。当時の俺は。うん。で、俺はそれ見てたんだけど、あれって。センスよく見たら、漫才の万の字が、間違ってんのね。おいおいおい。 漫才師、ずらして漫才師ですみたいにずら、ずらしてんだけど、漫画三随に、日書いてね、日、日曜の日、日書いて、で、四書いてね、関数の四書いて、で、また、またさんのまた、で、漫才の漫でしょでも俺は、日書いて、四書いて、その間になんか、冠、うかのこの、上のちょんがない、わ冠を入れちゃってんの。 あー、なんか、それ、わかんなくもない。ねうん。わかん入れて、その下にまた変なやつ入れちゃって。うん、で、<laughs> 漫才師なんで、みたいな、ずらしてる。<laughs> めちゃくちゃ出さ、はず。なんだこいつっていう。俺もなんか入れちゃうときあるわ、それ。そう。間、うん、違いがちなのかな、うん、漫才師ずらしてんのにな、なんだこいつうん。肝<モ>。うん、で、 周りのみんなも気づいてないから、なんか。気づいてたのかな気づいてないから、いや、かっこいいですね、みたいな。周りの皆さんもちょっとなんか、バカみたいに、バカみたいにさせちゃってる俺のせいで。バカみたいな番組だバカみたいなそう。やばーつって。みんなもう指摘するような時間帯でもねえだろね。これ、あ、やばいうん。 これ待てよってなって、俺はそこからリアルタイムで見てたんだけど、その全録みたいなので巻き戻してさ、その場で誰も気づかないで終わったの終わってる。なんだそれお店の人も、いや、いいですね、みたいな。みんなで盛り立てちゃって、誰も気づいてないんだよ。で、俺はこれ、もしやと思って、巻き戻して、靴下のとこまで戻してさ、見たら靴下の万能定変なうっかんぶりっちゃって、ずーっと漫才の、さあこいつ。そう。 偽漫才師だ、お前。偽漫才師。そこで俺はやっぱファット浮かぶわけ。岩井に言われた、お前ネタ書いてないし、ネタ受け取ってるだけのネタ受け取り師だからなという言葉が、ファット浮かんで。そしたら、やっぱ、ネタ受け取るという、受け取るという字。受験の字、受け取りという字。上にちょんちょんちょんって書いて、受け取るっていう字にその同じ冠が入ってんだよ。冠と。そう。とまた。またな。そう。一緒なんだよ。あれ。漫才の漫 だから俺のもう漫才師だと思ってたけど、もう、半分もう受け取り師受け取り漫才師だよね。受け取り漫才師になってきちゃってるね。知らない間に。俺の漫才師の漫の字の半分は、受けるになってるっていうそう。うわ、怖っ。一人で。そうだよ。潜在的な。潜在的に。っちゃってんだもだからもうゆくゆくは多分、漫才って書いてくださいって言われても、はい、つって受け取りって書いて、はい、書きまして漫才。っていう体に俺はもうなって。 漫才師じゃないのか、俺は。そうで、その日の夜、バレーボールを受けに行ったんした。バレーボール。テレビタレントった。テレビタレント。それで、うわーっつって落ちて。漫才師じゃないな、もう。こんなことやってたら。漫才師ではないなって思わされたね、日曜に。でも、ちゃんと見てねえだろ、あんな番組だったら。誰も。はい、殺しまーすみんなで頑張って作ってる番組。